グレーリング。グレーリングは、アメリカ海軍の潜水艦。タンバー級潜水艦の一隻。艦名は、酒か川姫マス族の総称にちなんで命名された。その名を持つ艦としては四隻目。グレーリングは1939年12月15日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1 9四十年九月四日に夫人によって、命名、し、 1941年3月1日に、艦長エリオット・オルソン少佐、アナポス1927年組の指揮下収益する。海上校試み後、グレーリングは1941年6月20日に、捜索に参加する。O-9 は沖での潜水訓練に失敗し、浮上することができなかった。O-9 は海底で発見されたが、救助作業は失敗した。 グレーリングは6月22日に行われた遭難者の追悼式に参加した。その後、大西洋艦隊に編入され、8月4日にモアヘッドシティやバージン諸島とトーマス島へ出港。8月29日にポーツマスに帰ってきた。グレーリングはニューポートで整備を受け、11月17日に新珠湾に開港されることとなった。12月3日に パナマ運河地帯を通過し、12月10日にサンディエゴに到着。整備の後12月17日に出港し、12月25日に到着した。12月31日はグレーリングにとって晴れがましい日であった。この日の午前10時、グレーリングの看板上で、チェスター・ニミッツ大将の太平洋、艦隊司令長官就任式が取り行われた。 潜水艦でこのような就任式が行われた理由は、真珠湾攻撃で大型艦は大なり小なりの損害を受け、まともな、かつ迅速に積極的な作戦ができる艦艇は潜水艦しかなかった。ニミッツ大将はグレーリング艦上から太平洋の海の戦いを取り始めたのである。1942年1月5日、グレーリングは最初の紹介でマーシャル諸島及び、 ギルバート諸島方面に向かった。はじめはギルバート諸島の北方をめぐり、1月27日以降はトラック諸島と日本軍が占領したばかりのラバウル間の航路に転じて紹介を続けた。2月22日、グレーリングは中ぐらいの目標に対して最初の攻撃を行うが成功しなかった。戦果こそなかったもののトレーニングとしてはまずまずであった。 3月7日、グレーリングは61日間の行動を終えて、真珠湾に帰討した。3月27日、グレーリングは2回目の紹介で、日本近海に向かった。4月11日に、種ヶ島近海で、三ンに砲撃を加えた。4月13日夕方、グレーリングは、文後水道沖の島南方で、陸軍戦領神丸、橋本紀戦。 6243トンを撃沈した。5月16日、グレーリングは51日間の行動を終えて、真珠湾に帰投した。この頃、日本海軍がミッドウェイ島を目指して進撃しており、これを全力で阻止すべく行動可能な艦船は、日本艦隊を迎え撃つべく出撃。グレーリングも第7.1任務軍に加わって、ミッドウェイ島西方に割り振られた海域に急いだ。 グレーリングは日本艦隊の行動に関する情報を提供したが、その一方で B-17 に日本の巡洋艦と間違えられて誤爆を受けた。グレーリングは先行して同士打ちを避けた。ミッドウェイ海戦終了後、グレーリングは15日間の行動を終えて真珠湾に帰島した。7月14日、グレーリングは3回目の紹介でトラック諸島方面に向かった。 この頃からソロモン諸島の戦いに有力な艦隊を加わらせないよう潜水艦でトラックを包囲するようになり、グレーリングもその包囲陣に加わった。8月13日早朝、グレーリングはの地点で8000トンから1万トン級の小船あるいは潜水母艦と思われる艦船を発見して攻撃し、撃破したと報じた。しかし燃料漏出事故があって、紹介を打ち切った。 8月26日、グレーリングは43日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。修理を受け、その際に、レーダーが設置された。艦長が、ジョン・イーリー・少佐、アナポリス1930年組に変わった。10月19日、グレーリングは4回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。10月29日の地点で、第国小倉丸、日本輸送船。 7270トン級タンカーに対してこの紹介最初の攻撃を行うが攻撃は失敗した。11月6日朝、グレーリングアのトラック近海で水上規模艦チ療だと応募式艦艇を発見し魚雷を2本発射。この時、上空を紹介していた95式水上偵察機2機がグレーリングを発見、対戦爆弾を投下。 直撃こそしなかったが、艦の後部が浸水し、無線アンテナが破壊されるなどのダメージを受けた。グレーリングは、応急修理の上紹介を続行し、11月10日夜にはの、地点でタンカーあるいは4000トン級貨物船を攻撃し撃沈したと報じた。先の爆撃以外にも、駆逐艦からの砲撃などを5回も受けたが、大したことはなかった。11月23日にはの地点で、 とも鶴型水雷艇と、オボ応募式艦艇に対して、魚雷を4本発射したが命中せず、12月5日には、アンボ本ン近海でスクーナーを撃沈。12月8日には、クパン湾に侵入して輸送船に対して、魚雷を3本発射したが、攻撃は成功しなかった。12月13日、グレーリングは55日間の行動を終えて、フリーマントルに帰討した。 1943年1月7日、グレーリングは5回目の紹介で、ルソン東方面に向かった。1月15日夜にの地点で120トン級スクーナーを砲撃で撃沈した後、1月20日には、マニーラ湾港で病院船、朝日丸、日本郵船、9326トンを発見するが、識別表にある朝日丸の要目には、日本煙突と記してあるのに、 目の前を航行する本物の朝日丸には一本しか煙突がないことを指摘した。1月25日夜、グレーリングアのベルデシマ水路で中型貨物船を発見し魚雷を4本発射するも、夜間潜望鏡を使ったこの攻撃は失敗した。翌1月26日にはのミンドロ島近海で輸送船ジオ丸、丸立海運、749トンを撃沈。 1> 翌1月27日にもで4500トン級貨物船を発見して攻撃し、貨物船を撃破したと報じた。2月11日、グレーリングアの地点でマニラを出港したばかりの第834船団を発見して攻撃し、陸軍船砲衛30、山下汽船6033トンに魚雷を命中させ、航行不能に陥らせ、 戦団自体もマニラに引き返していった。2月13日にはのコレヒドール島近海でマニラ湾に入りつつある海軍徴用船鎌倉丸日本優先17,498トンを発見して接近するも直前に9シップが反転して接近しつつあったため目標を9シップに切り替えて魚雷を3本発射したが9シップは攻撃を避けて 爆雷を39発当時、戦火確認どころではなかった。2月24日、グレーリングは49日間の行動を終えて、フリーマントルに帰討した。3月18日、グレーリングは6回目の紹介で、ルソン東方面に向かった。タラカン島近海からベルデ島水路にかけて紹介。3月28日のタラカン島南東海域で、折からの雨の中、 タンカーを発見して、魚雷を4本発射し、1つが命中したと判断された。4月7日未明、グレーリングアのベルデシマ水路で7000トン級貨物船からの物とおぼしき煙を発見し、浮上攻撃で合計6本の魚雷を発射して2本の命中を報告した。明け方に先行した後、夕告に浮上して、レーダーを使った紹介を再開する。すると、 1500トン急小船を発見して、魚雷を一本発射。しかし、これは命中しなかったので、砲船に切り替えたが、最終的にはこの目標を逃してしまった。4月9日明け方には、のミンドロ島東岸で、第3 2 0 2に船弾を発見し、陸軍船上海丸、山下機船、4112トンを撃沈。 4月12日の朝方にはのコレヒドール島の南西海域で7000トン級貨物船を発見し、魚雷を3本発射したものの命中せず、浮上砲船を挑んだが打撃を与えるには至らなかった。翌4月13日夜にはの地点で2隻の小型貨物船と浮上砲船を行って、これを撃沈し、4月18日にはの地点で日本マストのスクーナーを砲撃で撃沈した。 4月25日、グレーリングは38日間の行動を終えて、フリーマントルに祈祷した。5月18日、グレーリングは7回目の紹介で、南シナ海に向かった。5月25日夜の地点で、レーダーによって探知したタンカーか、護衛艦と思われる目標に対し、魚雷を1本発射するも命中しなかった。 翌5月26日有国にの地点でも5000トン級貨物船に対して魚雷を3本発射するも攻撃は成功しなかった。6月7日有国から6月8日未明にかけてはの地点で発見した目標に対して2度にわたって魚雷を3本発射したが命中せず、ついで浮上砲戦を挑むも目標の美法が火を吹いてきたため、それ以上の攻撃は仕掛けられなかった。 6月22日朝、グレーリングはの地点で第698戦団を発見して攻撃を行い、タンカー A 広島る関東タンカー8674トンを撃破。ついで他の目標に対しても攻撃を行うつもりだったが、スコールが他の目標を隠してしまった。他に6月17日と6月25日に大型ジャンクとスクーナーを破壊した。 7月6日、グレーリングは50日間の行動を終えて、フリーマントルに帰還。艦長が、ロバート・エム・ブリンカー少佐、アナポリス1934年組に変わった。7月31日、グレーリングは8回目の紹介で、ルソン島近海に向かった。この紹介では、フィリピンの抗日ゲリラに対する支援任務も命じられていた。マカスサル海峡を抜けて、 フィリピン近海に接近し、7月31日にパナイ島、プシオ岬に到着して、量食と軍需品2トンをゲリラに引き渡した。8月19日、グレーリングは戦火報告を打電。内容は、バリクパパン近海で6000トン級貨物船と交戦して撃破したことと、250トン級機反戦を撃沈して捕虜が1名いることであった。 8月23日にもパナイ島、パンダーグ湾に入り、両職2トンを陸揚げした。8月27日未明、グレーリングはノベルで島水路東口で、パラオからマニラに向かっていた、輸送船団を発見。2時25分、グレーリングは、船団中の陸軍船際山丸、宮寺汽船、5480トンに向けて、魚雷を2本発射。うち1本が命中して、 名産丸を撃沈した。この後、グレーリングは、タブラス海峡を、マニラ湾港を経て、真珠湾に、帰島の予定だったが、グレーリングの以後の消息は不明となる。9月12日に第71任務軍司令部は、グレーリングへの無線通信が行われる予定であったが、グレーリングとの連絡の試みは全て失敗した。1943年9月30日に、 グレーリングは公式に喪失したものとして報告された。日本側は、戦乱攻撃のあった翌日、水上を航行する潜水艦を目撃。9月9日には、リンガエン湾港で浮上したアメリカの潜水艦を目撃している。これらの目撃報告はすべてグレーリングが行動予定の海域でのものであった。その9月9日、2日前にマニラを出港し、 高尾に向かっていた特設運送船、応急タンカー北、安丸、大連機船3712トンはルソン島西部で潜水艦を目撃したことを報告した。北安丸は水中の物体と接触した衝撃を感じたとも報告しているが、それ以上の記録はない。一つ付け加えるならば、この報告の出典元は不明である。日本の対戦攻撃が この時期にグレーリングを沈めたとの記録はない。グレーリングは記録に残らなかった攻撃により撃沈された可能性もある。ただ一つ確実なのは9月9日から12日の間にリンガエンワンもしくはマニラ近海でグレーリングは喪失し、ついに生きて帰らなかったということである。グレーリングは5度の大きな戦果を上げ、そのトン数は2万1575トンに上る。 1> 第1回目を除くすべての紹介が成功として記録された。グレーリングは第二次世界大戦の先行で6個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。